ででん。問題です。ゼルフィーはどこにいるでしょうか？チクタク、チクタク、チクタク、チクタク。正解は？僕もわかりません。はい、すいませんでした。ということで、見つけてしまった人を高評価、僕のいる位置がわかる人も高評価、そしてわからない人はもちろん高評価、全員高評価。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゼルフィーです。ということで、今回もフォートナイトやっていきましょうか。まあ、僕、フォートナイト以外で正直やることがないんですけど、とりあえずね、今回はプレザントパークに降りたいなと思います。ということで、レッツゴーベイビー。ということで、ちょっと今降りてて見づらいんですけど、このスキン見てください。よくない？このスキン。僕は好きよ。うん。僕は好き。でもね、このスキンね、実はね、メガネ外すとちょっと間抜けなんだよね。けど、普通にね、細いし、結構使いやすいそうなんで、まだ使ってないんで正直わかんないんですけど、結構使いやすそうなんで、結構このスキンはおすすめです。しか1100円ぐらいで買えたんで、確かね、V-BUCKSも、なんかクエストクリアすればもらえたような気がするから、このスキンは買って損はないんじゃないかなと僕は思うので、買った方がいいんじゃないでしょうかというお話でございます。ということで、やっていきましょうか。なんか撃ち落とせるやついないかな。はい、ゴミ。はい、ゴミエイム。おつ。ということでね、まあ、早速フォートナイトやっていこうと思うんですけど、ちょっと待って、開幕をとりあえず生き残ろうか僕。ということでね、視聴維持率を稼ぎたい私なんですよね、最近ね。ということでね、とりあえず僕は開幕を生き残って落ち着いた状態でね、しっかりと話したいんですよ。はい。だから決して視聴維持率を稼ぎたいなんてね、ことは思っておりません。はい。もうね、矛盾しすぎる動画ですね、この動画ね。はい。言ったことを5秒後ぐらいにはもう矛盾させてるからね。自分が言ったことを自分ですぐに矛盾させるチャンネル、それがゼルフィーチャンネル。さあ、シールドマックスだからね、まあ負けることはないと思うね。うわ、マジで？エイム悪すぎて原爆の助太郎なんだけど。やべやべ、危ない。さあ来ましたね、上がって。どこどこどこ、はい、じっじ、漁夫乗りなんか聞きませんよ。なんか二人いる、なんか二人いる、なんか二人いる、あ、びっくりした、あ、さあ、ということで早速2試合目やっていきたいなと思います。ということで、敵はいないだろ、さすがに。いるやないかい。リテールは僕もなんか敵来ない街だと思ってたんだけど、普通に来るのね。うん、普通に来るんだねっていうことを今初めて知ったんですけども、やっていきましょうか。ということで、武器を集めないといけません、私は。まあ、そういうゲームですね。はい、ということで、やばい。開幕をまず勝たないと、ダメだ。よし、で集めて、もう敵倒しに行くか。もうね、一人くらいしかいなかったよね、今ね。一人二人くらいしかいなかったから、もうパパパってやっちゃいましょう。パパパってね。多分ね、モールが降りたと思うんだよね、敵が。なんか立ってるわ。あ、いた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 。なんか二人いる、なんか二人いる、なんか二人いる。痛い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 。危ない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 。やれるー、ナイスー。もういないさそうだよね。なんか、え、待って待って、やばい。言うかな、まだ。ちょっと待って、日本語が喋れなくなった。あぶねー。ちょっとね、もう爆発物系怖いね、自分も使ったけどね。自分も使ったけど怖いんですよ、マジで爆発物系。あんなにすぐ削れちゃうんだよ。本当にやばいと思う。ということでね、やっと開幕勝てたよ。実はこれ、テイク2に見せかけて、テイク4ぐらいだからね。はい、ということで、やっと本題がね、話せるわけですけどですね。何話すんだっけ。なんとですね、フォートナイトに自販機が
返ってくるかもしれません。はい、ということで、それはなぜかっていうと、リプレイ機能にですね、まあ、僕リプレイ機能で遊んでたんですよ。そしたら、あったんですよ。自販機が。そのね、映像があるので、まあね、そちらをご覧ください。はい、ということでね、映像変わりました。私、田中文人 TV の、絹代でございます。ということで、自販機がね、まあ、どこにあったかっていうと、はい、ここです。ここにありました。はい、ミニガンが売っております。でね、まあ、ここの他にもね、まあ、結構たくさんの場所にあるんですけど、例えば他の場所で、例えばこことか、ここにもありますね。はい、で結構なんか、バラバラなね、まあ、位置にあるんですよね。なんか、ここら辺にもなんかあるって聞いたような気がするんですけど、ほらほら、ここにね、ほら、あるんですよ、ここに。っていう感じで、結構ね、バラバラに設置されてるからね、普通にありそうだよね、復活が。っていう感じです。ということで、ゼルフィーさんに戻したいなと思います。以上、田中、なんだっけ、金曜だっけ、違うな、なんか、文人 TV でした。はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあね、これは結構前からなんかリプレイで、まあ、バグであったと思うんですけど、確か火曜日になんかアップデートあったじゃん。火曜日だっけ忘れたけど、火曜日に確かアップデートがあったと思うんですけど、その時に、確か、これはね、クリエイティブの変更点なんですけど、まあ、なんか自販機がね、なんか変わったんですよ。確かクリエイティブで。うん、何かはちょっとわかんないんですけど、なんか変わったんですよね。はい。なんで変わんないのこれ。あ、なった。そう、何かが変わったんで、しかも消えてから結構経ってるんで、もうそろそろ帰ってくるんじゃないかなと、僕は思っております。場所は、今、バグでね、リプレイで見れるところに多分設置されていくのではないかなと、僕は思っております。いやね、自販機、僕、帰ってきて全然いいと思うんだよね。ね、いい機能だと思うんだよね、僕、自販機。僕、絶対自販機は戻ってきた方がいいと思うんですけど、ここにね、レアチェストがあるということで開けましょう。なんで落ちちゃった。よし、もうね、お話しすることがなくなりました。はい。まあね、皆さん、とりあえず自販機が帰ってくるかもしれません。さあ、やっていきましょうか。僕はね、紫ポンプあるので、ちょっと待って、AR で、まずは。まあね、こんな感じでバチコリやっていくと。あぶねえ、危ない、ロケラン怖い、爆発物嫌い、音怖い、大きい音苦手。え、もしかしてなんか無人、あ、痛い、やばいやつだ。さあね、でも私にはね、あまりその攻撃は通じないようですね。ということで、お疲れ様です。ジジイ、危ない、僕リロードするの忘れちゃうんだよ。そういえばね、そうだよ、僕リロードするの忘れちゃうマンだから。いやだからね、あ、また敵来た。はい、ジジイ、ということで、なんだ、やだな、倒しに行こう。戦ってんのうわ、待って、僕今見つけちゃった、今僕見たから。ほら、僕今見たから。はい、じじい。そんなね、僕を騙されると思うのかね。待って。ちょっと飲ませて。あざっ、そんなにでもいいもん持ってないな。はい。はい、じじい、神エイム、見せていく。あ、神。待って、僕最強武器持ってる今。僕の武器今最強。世界最強今。とりあえずもう僕はミニガンを遠距離武器として使おうと思うから。今どっから撃たれた？いた。敵を見つけた。なんかめっちゃ敵いるやん。
痛い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